中の年取ってくるとね、落とすわ落とすわ、つまずくわつまずくわ、あの年金いただいてからやっぱり体調悪いですね。なぜかというとやはり働くことよりももう年金で生活できるかなって言葉を考えるとね、どうしてもね、どうしようかなって。昔のようにあの遊ばなくなりましたね。もうパチンコって1000円入れるのももったいなくなってきましたね。なんだろう、昔は1万円ずつボンボンボン入れてた時代もあったんですけど、今1000円入れるのももったいないなと思って今やめましたけど、でもね、なんかあの無駄遣いがこれほど悪かなと思うようになったのは、ね、この年金生活入ってからですね。だから今はほとんどお金使わないようにして、1日あの、お小遣い300円です。可愛いでしょ。今日1000円まだ使ってません。昨日も確か使ってないな。あ、私使ってるね。この人使ってるけど私使わないっていうね。だからあのどこへ行くときは必ず引っ張っていかなきゃいけないんです。お財布ですから。私1日300円じゃなんてもならないので、この人お財布代わりに出てこれ買ってけろ、買ってけろって。でこれが最後のギターでね、これ2年前に買っていただいたんですけど、買っていただくというね立場ですので、すみませんありがとうございましたって、ね、結構高いもんだったけどね、これね、1年間使ってね俺に合わないなと思ってしまってたんですけど、やっぱり使ってみたいなと思いましてね、もう周りからはねこのギターダメだって、いつも赤いギターがいいって言われる。もう私はすなわちいつも赤いギターというイメージがね、もうみんな植え付けられてるようでね、それをなんか払拭したいなと思ってね、この緑にしたんですよ。緑って言えばなんかね、どっかの都知事さんね、緑これ持って応援に行こうかな、どうもっつって。冗談ですけどね、なんかね及川君がね、なんかいいものをあの探してきましたよ。18歳と81歳の違い、18と81の違い、なんかかなり好きみたいでね、恋に溺れるのが18歳、風呂で溺れるのが81歳という、なんでこれっつって、失礼な話だよね。でもこれ合ってるよね。これ誰書いたんだろう。恋に溺れるのが18歳、風呂で溺れるのが81歳、なんていう。私まだ恋してます、告白してませんけどね。ちょっと怖いな。それから道路を暴走するのが18歳、分かります。道路を逆走するのが81歳という。考えるね。よくこういうこと考えるなと思って。心が脆いのが18歳、骨が脆いのが81歳という。よかったよ。俺もね、これ言ってね、文句言われない年になりましたね。昔だったら、例えば30ぐらいの人はこれ読んだらダメですね。いい加減にしろって怒られますよね、絶対ね。私もこの本に入ってきてるから、みんなして笑えるけどね。まだ何も知らない18歳、もう何も覚えていない81歳という。確かにね。自分探しをしている18歳、みんなが自分を探している81歳という。ここまで書かれていいのかい。こんなもの喜んで書いてる人、ちょっとほら、手書きですよ、手書き。返す。なんて失礼な。